はい、どうも黒いリンゴの庄司です。今日はね、この観察日誌っていう、まあ、ホラーノベルゲームやっていきます。まあ、これ前作もあるらしいんですけど、まあ、今回は新しい方、まあ、やっていきます。どんなゲームなんだろう。あ、まあちなみに花を摘んでくるお話らしいです。多分この女の子が主人公なのかな。まあ、やっていきますわ。このゲームには残酷な死者が含まれます。含まれています。はい、苦手な方はご注意ください。まあそれなりに大丈夫かな。このゲームは完全フィクションです。現実のあらゆる人物、事件等に一切関係ありません。はい、ん、紅花沖縄女学院、紅花沖縄女学院、僕の地元の女子校だ。主人公は男？ん？僕の偏差値の高い、いわゆるお嬢様学校で通っている子も美少女ばかり。最高やん。この学院はまるで 花畑だ。だから通っている少女たちは花なんだ。おう、花？こんなにたくさんあるんだから1本くらい積んでも咎めるものはいないだろう。ダメじゃない、今僕の目の前には可憐な紫色のアネモネが咲いている。僕はこの花を摘むことにした。ん？もう朝？これ誰？ハトだって。怖くね。おはよう、つぼみ。ん？つぼみ？ん？僕はソファーベッドの上で目覚めた紫のアネモネ、サイドつぼみに声をかけた。何？さっき摘んできた花に名前を付けたの？この主人公は。ん？あなたは、ここはどこ？どこだっていいよ。君は今日からここに住むんだから。今日からここに住む？彼女はまだ寝ぼけているのか、特に慌てる様子はない。もしかしたらこれ音声出てんのかな？ゲーム内の。まあ、ゲーム内の BGM 消してんだけどさ。俺の声かき消されるからさ。なんかボイスマーク出てるし。まあいいや。でもすぐに分かってくれるはずだ。さて何をしようかな。え？セーブします。入浴しちゃおうか、一緒に。入浴、そうだ、お風呂に入れればいいんだ。僕じゃなくてつぼみが。え？どういうこと？女の子がお風呂に入れないのは問題だよねと思ったので、つぼみをお風呂に入れることにした。彼女の両足を縛り、仰向けの姿勢にさせた。は？縛る？バカじゃねえこいつ。そして蛇口を彼女の額の真上に固定し、冷たい水を永遠と垂らし続けた。は？数日後。久々に入った風呂場は血の海と化していた。白いタイルや浴槽に溜まったお湯、シャワーやシャンプーとのボトル、室内のあらゆるものが血に染まっていた。つぼみは頭から血を流しながら浴槽に力なくもたれかかっていた。何度も何度も浴槽のヘリに頭を叩きつけたようだ。冷たくておかしかったんじゃない？僕はその真っ赤な姿を見て、紫のアネモネが赤いアネモネになったという感想を思わず口にした。うん。ん？だからどうした？うわぁ。やばいね。サムネイル撮ろう。狭いお風呂場についている小窓から外が見える。まあ、さっきちょっとセリフ前にやったんだけど、ちょっとミスった。
すりガラスだから はっきりとは見えないけど、朝か夜かぐらいは分かった。朝7時と夜の6時にもらえるわずかな食事と額から伝ってくる水滴で上をしのいでいる。私の額の真上に固定された蛇口から冷たい水滴だっけ、何、冷たい雨が絶えず落ち続けている。とてもむずがゆくて頭がおかしくなりそうだ。こんなことが続くくらいならいっそ横に楽になってしまおうと思った。私は力を振り絞って近くの浴槽まで這いずり、それに自分の頭を叩きつけ、彼氏時期エンド、つぼみがダメになってしまった。僕の紫のアネモネは枯れた。でも僕は花が枯れていく様を見たかっただけなのでとても満足している。だけど次はずっと綺麗に咲かせていたいな。枯らさず何年も一緒にいたいな。大丈夫、アネモネなんていくらでもある。また新しく積んでくればいい。今僕の目の前には赤いアネモネがある。名前はもう調べている。これ続くの？え？さっきエンドって書いてあった。今度は日記でもつけてみようかな。スペシャルセンクス、え？これで終わったんだ。はい、なんかおまけ部屋っていうのはね、まあいいや、あとこれやる。うわ、ひなたぼっこ。はい。ふと外を見た。雪が積もっている。時間経過ですっかり固くなってしまった雪を陽光が照らしている。に2月は1年 で一番寒いなんて言うけど、僕はよくわからない。僕は陽の光を反射してキラキラと輝いている雪に可憐なつぼみが生えるのではと思い、この女を屋外に出した。数日後、あれからずっと彼女は寒い屋外に放置し続けたので、様子を見に行くと、サムネイル撮るわ。ロコとか彼女はあられもない格好で息絶えていた。顔色は青いを通り越してどす黒くなっている。どす黒くなってるよ。その姿を見た時、冬を越せなかった花はこんな感じなのだろうと僕は今でもそう思う。あ、これ一回変わるのはその時のつぼみのあれなの、心情っていうか、暑い。今はまだ2月なのに暑い。まあ花戸はあれなのか、やっぱ暑いって感じるのが日光に当たってるわ。さすがに暑くて暑い。厚着をしているわけでもないのに、まだ冬なのに、なぜだか真夏のように暑い。寒い中屋外に放り出されて雪に積まれているはずなのに、おかしいな。今日もすっかり固くなった雪の布団で寝る。明日を迎えられるかもわからないまま。エンド1、彼氏、玄関。終わったわ。つぼみがダメになってしまった。僕の紫のアネモネは枯れた。これ一緒かな。ああ、一緒っぽいね。行きます。いっぱい食べさせる。僕は食事を取ることにした。一人分しか作っていないので、つぼみには何も与えない。クソだな、お前。彼女は料理を口に運ぶ僕を儀視していた。数週間後。
痩せ細ってるわ。つぼみは動かなくなっていた。そりゃな、お前食事あげろよバカ野郎。目を開けることもない。呼吸をしているかさえ怪しい。痩せ細って骨と皮だけになっていた。その姿は枯れた花のようで、僕の脳みそに永遠に焼き付いたのだった。狂ってるわこいつ。あ、つぼみのパターンね。お腹すいた。お腹が鳴り続けて、未だかつてないほどの空腹感に襲われている。もう何日も何週間も飲まず食わずでいる。ここにはちょっと手を伸ばせば届く範囲にお腹を満たしたり満たしたり喉を潤したりできるものはない。気づいたら体重もごっそり落ちていた。骨と皮だけってこういう状態のことを言うんだろうなと思った。最近なんだかお腹の音や痛みが遠い。それだけじゃない、意識も遠い気がする。私は明日まで生きていられるのだろうか。遠藤さん、彼氏空腹歌詞刺せます。はい、今日はのがキラキラになってるね。今日はつぼみがうちに来た記念日だし、寝ずに一晩中騒いでみよう。つぼみが寝てしまったらいけないから、彼女のまぶたをこじ開け、寝てはしまった。まぶたをこじ開け、手元にあったテープを貼り付けてみた。クソだなこいつ。ガキが。ガキンチョだな多分これ。彼女が痛そうにした気がしたが、きっと気のせいだろう。気のせいじゃないです。バカ野郎。一週間後。おやべ。やばいやばい。彼女がうちに来た日からずっと徹夜が続いていた。やべえよマジで。それもあってつぼみはあの日から一切寝ていなかった。そのせいなのか彼女はだんだんとおかしくなっていった。うん、それはおかしくなるわ寝てないと。何もないところをじっと見つめたり、見えない何かをひたすら目で追ったりと気候が増えた。お前のせいだ。さらに食事を一切取らなくなり、どんなに話しかけても反応がなくなった。もう目がやばいもん。僕はやがて気づいた。彼女がもう戻ってくることはないことに。てめえのせいだわ。もうやべやべ。なあ、つぼみちゃんの方がやばいことになって。何も考えられない。セロハンテープやクリップなどあらゆるものでまぶたを引き上げられて閉じることができない。やべえじゃんクリップ。マジバカ野郎。最初は眉やまつげを引き込まれて痛かったし、眠気に襲われてまぶたは鉛のように重かった。でも今は痛みも眠気もない。脳みそは動かない、働かない。徹夜なんてしたことがないから、ずっと起きてひたすら話に相づちを打ったりテレビを眺めていたけど、今はその声も姿も聞こえない。今見えているのはたくさんの何これ極彩色の不思議な蝶々、同じくらい目に悪い色彩の花畑。ここは天国ではないだろう。でも少なくともこの世ではないのは確実だ。こんなところにいてはいけないと思うけど、なぜだか離れる気は全く起きない。この理想郷にずっとずっとここにいたいな。彼氏。興味。飲む選びます。とりあえず水を飲んで落ち着こう。なんか一番当たりっぽいよね。水をあげるところでしょ。僕は冷蔵庫からペットボトルを2本取り出して、片方をつぼみに渡して飲んだ。つぼみは受け取ったペットボトルの蓋をおっかなびっくりといった感じで開けて、ちびちび飲み始めた。その姿を見て僕はとあることをひらめいた。
彼女はつぼみという名前なのだから水だけを与え続けていても生きていけるんじゃないか。僕はその日から彼女に水だけを与え続けた。やばそう。数週間後、彼女の体調は目に見えて悪くなっていった。痩せていたお腹は水を飲み続けたせいか少し腫れている。気になったけど僕はそのまま水を与え続けた。頭いがれてんだろ。なになに急に。翌日、事件が起きた。つぼみは自ら命を絶った。遺書も遺言も残さず、部屋にあった背の低い電話台に置いてあった、なんだっけこれ、鎌？ハサミか。ハサミで首を切って死んでいた。彼女の周りはまだ生温かい血で染まっていて、しかしその表情は苦痛とは程遠い笑っているようにも見えるものだった。僕は彼女の遺体を見て我に返った。自分のしでかしたことの重大さを今更理解した。僕はつぼみを供養するために自分の住む町の隣町である水葉町に向かった。そして町内を流れる川に彼女の遺体を流した。この町の水には人間を人ならざるものに変えてしまうという有名な伝承がある。川の水に含まれることでつぼみは人間をやめて第二の人生を歩んでくれるという妄想をした。ああ、勝手な妄想ね。やがて彼女の遺体が見えなくなったのを確認し、僕は急いで家に帰った。犯罪者やるもん。で、多分つぼみ、うんだよね。つぼみちゃんかわいそうに、ずっと水だけを飲み続けている。何かを食べたいと言っても水が出てくる。水が嫌いになるほど水ばかり。お腹だけが膨れて触るとタプンと音がする。昔ネットで年長寿アニメのキャラクターがおかしくなった彼女に水だけの生活を強いられて最終的に命を落とすという恐ろしい二次創作を見たことがある。ってことは本当にこの人の人間なのかな。私は置かれている状況はまさにそれと同じだなとぼーっと考えた。どういう風に死んだんだっけと思いつつまた水を飲む。かつて日常的に食べていたはず白米の味すら思い出せなくなってしまった。あ、やっぱ本当に人間なのか。擬人化してるわけじゃない。私もこのまま死んでしまうのかな、殺されてしまうのかな。もう生きている意味も理由もわからなくなってきた。ずっとこんなわけのわからないところで水だけ飲んで過ごすくらいなら死んだ方がマシだ。そうだ、死ねば一瞬で解放されるんだ。どっかに楽に死ねるような尖ったものはないかな。ああ、神様がいるならどうか来世は幸せでに溢れた平凡で平穏な人生を送らせてください。エンド。彼氏水没。え、終わったんだけど。え、全部バッドエンドじゃん。なんかおまけ部屋行くか。ようこそ。じゃあちょっと面白かったね。ちょっとね何様だってな。まあ次回前作の方やってみようかな。主人公キチガイでした。よかったら高評価チャンネル登録よろしく。